こんにちは。佐賀県武雄市のブルーラインです。今回ご紹介するのは、イギリスの名門ブランドであるフレッド・ペリーから、この2020年秋冬コレクションより新しくリリースされた、この新作のトラックジャケット、こちらを3つまとめて、今回は紹介したいと思います。このフレッド・ペリーというのは古い歴史があります。今から68年前、1952年にイギリスで誕生いたしました。その創業者の方というのは、フレデリック・ジョン・ペリーという方なんですね。この方は、天才的なテニスプレーヤーだったと言われています。このフレデリック・ジョン・ペリーは1930年から40年にかけてウィンブルドンを3連覇、そしてまた史上初のグランドスラムを達成するという、そういう偉業を成し遂げた方なんですね。そのフレデリック・ジョン・ペリーが1952年にスポーツアイテムのウェアを作る、いわゆるフレッド・ペリースポーツウェアという会社を作ったんですね。それが1952年になります。その時はやはりそのスポーツをする、テニス以外でも例えばバドミントンとかテニスとかに使うようなスポーツウェアを作っていったんですけども、一番最初に作ったのはテニスで使われるこのリストバンドを作ったと言われているんですね。そしてまた皆さんご存知のようにフレッド・ペリーといえばやはりポロシャツですよね。ポロシャツももともとテニスをする時のためのウェアだったんですけども、それもやはりバドミントンだったりゴルフだったり、いろんなその、スポーツで使われるようになっていたフレッド・ペリーの、ポロシャツが一番有名ですよね。そのフレッド・ペリーのそのポロシャツですけども、ある転機を迎えます。それは1960年になるとイギリスの若者たちが、ファッションカルチャーとしてモッズスタイルっていうのを着るようになったんですね。そのモッズスタイルの中にフレッド・ペリーのポロシャツを取り入れたと言われているんですね。そのジャケットですね、三つボタンのジャケットとか、有名なモッズコートのインナーにポロシャツ、フレッド・ペリーのポロシャツを着て、そういうふうなファッションカルチャーを起こしていったということなんですね。それが、フレッド・ペリーのポロシャツが全世界に広まっていったということなんですね。今回のこのトラックジャケットにしても、もともとこれはいわゆるジャージ素材なんですね。ジャージ素材、いわゆるスポーツで使われるようなジャージ素材を今回はファッションとして取り入れようということなんですね。そういうふうに1960年からそのスポーツアイテムをファッションの中に取り入れることがすでに行われていたんですね。今回のこのトラックジャケットにいたしましても、これは別にスポーツをするためにということではなくて、私がもう仕入れてるんですけども、これはそのトラックジャケット、いわゆるジャージ素材のジャケットをファッションとしてどういう風に取り入れるか、そういうことをやってみたいという風に思ったんですね。今回この3つのアイテムを紹介したいと思います。まず最初に、一番ベーシックなこのトラックジャケットですね。襟のついたこのジッパーになっているトラックジャケット、非常に形はシンプルなタイプです。ご存知のようにこういう風に月桂樹ですね、月桂樹の見事な刺繍がされているタイプです。そしてちょっと見づらいんですけども、このフロントの部分、このフロントの部分にちょっとパイピングが施されていますね。こういったタイプになっています。形はもう至ってシンプルな感じのタイプですね。これがブラックになります。そしてもう一つが、今度はこのストライプ柄のトラックジャケットになります。これも形は至ってシンプルなタイプですね。そして月桂樹の刺繍はこのゴールドで施されています。こういった感じですね。やはりこの特徴はこのストライプですね。このちょっとレトロな雰囲気のストライプ、ネイビーカラーにワインのストライプで、デザインがされているタイプですね。こういうタイプになります。で、先ほどのそのトラックジャケット、真ん中のトラックジャケットの襟はちょっと大きめの襟なんですけども、このタイプは襟はちょっと小さめに、されていますね。こういったタイプです。今度はフードタイプですね。こういうふうなフードのついた、トラックジャケット、いわゆるジャージ素材のジャケットになります。これも至って形はシンプルな形ですね。月桂樹はホワイトで刺繍がされているタイプです。そしてこの特徴はこの、袖の部分、この袖の部分にちょっと見づらいんですけども、ここに違う素材のジャージで、パイピングがされています。いわゆるこうパイピングがここに、されているタイプですね。そして形がこの肩につなぎ目がない、ラグランスリーブなんです。このラグランスリーブというのはやはりその腕とか肩で肩を動かしやすいようにということで作られている、このラグランスリーブのフードジャケットがこのタイプになります。そしてもう一つの特徴は、先ほどのこのトラックジャケットの、リブの部分ですね。リブの部分よりもこのフードタイプの方のこのリブが少し長めに設定されています。この裾のところもちょっと長めに設定されていますね。それでは実際に私がこれを試着をしてみてどういった雰囲気になるのか、それをぜひ見てほしいと思います。I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this, I'm losing 今回はイギリスの名門ブランドフレッドペリーから新しくリリースされたこのトラックジャケット、ジャージ素材のジャケット、今回はこちらを紹介していきました。着た感じといたしましては、やはり体が動かしやすいということですね。そしてまた、今のご時世ね、部屋にいることが多いと思います。部屋にいる時でも、こういったジャージ素材だったら、よりちょっとリラックスして過ごすことができるんじゃないかなというのも思うんですね。そしてまた、これを着たまんま外に出ることもできますので、部屋の中でも使える、また外でも使える、そしてファッションとしても使えますので、非常にその活躍するんではないかなというふうに思うんですね。この商品の詳しいことは、この動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをクリックしてみてください。今回はフレッドペリーから新作のトラックジャケットを3型、こちらを紹介していきました。